立浪監督が盟友に激怒、アツシは何やってんねん。球団関係者、本来、1、2軍の監督は、選手の入れ替えや昇格する選手の推薦などで、密にやり取りする必要がある。なのに、最近では片岡氏が立浪監督の電話に出ず、まともにやり取りができていないのです。こういうので始めると終わりだよ。毎回思うけど中日だけ情報筒抜けじゃね？こういうすれ違いから破局が始まるんやな、切ないわ。中日とかいう週刊誌のおもちゃ。文春だったら本当なのかな？さすがに酒飲んでしかとし続けるのはあかんやろ。二軍監督として結果残してるわけでもなく、酒飲んで寝ちゃうのはまずいね。8月は米禁止、9月は酒禁止。監督同士が電話できないからって、1軍と2軍の組織のやり取りに遅れが出ること自体がどうかと思うが。ほんましょうもなくてくさ。いや、立浪さん被害者やんけ。2軍も1軍も地獄とか逃げ場なくてくさ。まあこれは片岡辞めさせる布石や、誰かが責任取らなあかんからな。これは片岡が悪い、と思ったけどそもそも片岡を連れてくるのが間違ってるから立浪が悪い、と思ったけどそんな人脈しかない立浪を監督にした親会社が悪い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。